こはオレンジ別荘から、パウアウにかけてのエリアになります。この辺り一帯は桟橋ですとかオーバーハングブッシュ、そういったものが多いエリアになりますので、こう岸際を打っていきたくなるんですが、このボトムの方もかなり変化があるエリアですので、バスのいる水深みたいなのを見つけることができたら、その水深沿いに岸と平行にルアーを通すような釣りをするのもいいんじゃないかなと思います。秋ぐらいになってくると水面でボイルが起きやすいエリアにもなります。そんな時は IGK ルアーで狙ってみるのもいいんじゃないかなと思います。Thank you.